はい、ありがとうございます。はい、こちらのパネルセッションでですね、4人のパネリストの方にご登壇いただきまして、まあ、アジアパシフィック地域での IPv6 の状況ですとか、それのディプレメントの問題点やなんかを、まあ、お話しいただきまして、今後のじゃあ V6 よりの普及させるためにどうしたらいいかというの形で、午後のまあ V6 サミットに続けるようなパネルにしたいと思ってございます。で、4人のパネリストの方、自己紹介をおのおのいただきますけれども、APNIC の藤井さんと、あと KDDI の鶴さん、あとソニーの平賀さん、NTT コミュニケーションズの西塚さんの方にご登壇いただきまして、まあ、それぞれお一方ずついろいろなお話をいただきたいと思います。では初めに藤井さんの方から、アジア太平洋地域のお話をいただきたいと思います。藤崎さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。 APNIC の藤井美和です。簡単な自己紹介をして、お題に入るようにというインストラクションを受けてますので、APNIC の方で2008年以降ずっと IPv6 の、プログラムスペシャリストという形でアウトリーチ活動、 V6 に関してマルチステークホルダーで非常にいろんな活動をやってきました。で、今2014年になってからは少し活動の幅を広げて V6 以外の活動についても、テクノロジーについても、見るようにしています。ということで、私の藤崎さん、はい、クリック私の今日のお話は V6 の、アジアパシフィック APNIC 地域の IPv6 実装状況と APNIC の取り組みについてという、お題をいただいておりますので、その内容でお話をしたいと思っています。クリックお願いします。はい、次お願いします。まあ、V6 の実装状況を見るっていうのは、まあ、V4 も同じですけれども、一側面からだけでは見ることができないので、多面的に見ていかないといけないということで、まず最初に V6 のアドレスの配布状況です。 V6 のアドレス、順調に APNIC の方で、ポリシーに基づいてメンバーの皆さんに配布を行っていて、現在、まあ、メンバーのうち 50% 方は V6 をほとんど、まあ、取得されていると。で、そのうち、今現在 APNIC から配布されている V6 のアドレスのうち、まあ、40% 近くは中国、次に、まあ、日本が 24% ぐらい、そしてオーストラリアが18% ほどで、あとコリア、台湾と続いていて、あとはもうほとんどこう 0.1% ぐらいで、こう各地域に、各エコノミーに割り振りが、進んでいます。クリックで、次にでは見ていくのが、その配布された V6 のアドレスがどれぐらい BGP で広告されているのかということで、経路広告の情報です。これは APNIC のジェフ・ヒューストン、彼の個人的なポタルのサイトに行っていただければ時系列で見ていただけます。約現在2万経路ほど広告が進んでいます。 V4 が現在、まあ50万ルート経路ぐらいが出ているということで、 V4 と比べると絶対数はかなり低いですけれども、 V6 自体、アグリゲーション、経路集約を主な目的の一つにしているプロトコルですので、相対数が少ないということに注目するよりも、むしろそのかなりこの急激にぐんとこの伸びている右肩上がりの成長のスピード、パワーに注目をする必要があるかなと思います。次に見ていくのでが、じゃあ実、IPv6 の実装ドメインの推移はどんなものなのかということで、まあ、IETF によくいらしているラーズ・エガードさんという方のウェブサイトで、彼がまあ個人的にずっと時系列で V6 のドメイン の V6 実装状況推移を調べています。この情報で、まあ、ウェブサイトの URL をつけているので、具体的にはそこを見ていただければいいとは思うのですが、赤い線がグローバルということで、2011年、12年にピュンピュンとピークがあります。これは、まあ、ISOC の方、それから業界の方々、まあ、インターネットインダストリーが、まあ、一体となって、V6
Vlog の、ローンチを行った、そのタイミングでぐんと増えてるんですけれども、ちょっとそれ以降頭打ちで、伸びが平行線になっている。ここはやはりもう少し、ローカルなコンテンツの Vlog レディ状態を進めていくための、サポートがいろんなコミュニティで必要なのかなというところです。で、次に見ていただくのがですね、Vlog ユーザーのキャパ、エンドユーザーキャパシティということで、これは APNIC の、labs.apnic.net、APNIC の、リサーチ&ディベロップメントのチーム、ジョージ・マイクルソン、ジェフ・ヒューストンとジョージ・マイクルソンがずっと行っている、計測している Vlog の、エンドユーザーの、アクセス、エンドユーザーがどれぐらい Vlog のコンテンツにエンドトゥエンドでアクセスできているのかということの推移です。ダントツで伸びているのが、ベルギー、それから、ヨーロッパのスイスとかフランスとかジャーマニーとか結構こう伸びていっていて、世界平均的に見ると、まあ 3% ぐらいで、依然として絶対数は比較的低いのですが、かなりこう右肩上がりで上ってきていると。で、日本については、世界平均値よりも高い値で、5、6% あたりをこうホバーしているという感じです。で、次に、じゃあ、ではインディビジュアルな各個別のネットワークの、Vlog のレディ状態はどうなのかということで、これはトップ AS ナンバーを集めてみました。アカデミックなネットワークとかは割と省いていて、主に商業ネットワークの方々の Vlog のレディ具合で高い順番に並べています。で、この 71% とか 60% とか非常に高い値が出始めました。以前はなかなかこういう値を商業ネットワークでは見ることができなかったのですが、ここ1年半の間ぐらいにかなりぐんぐんと伸びてきているのが見えてきました。しかし、その伸びというのもやはりかなり国によってばらつきが出ていて、 US、ヨーロッパがかなりここに来てぐんと伸び始めました。で、特にそうですね、注目するのが US の、ベライゾンとか、結構 Vlog をモバイルネットワークに入れてきて、急速な伸びを見せ始め、それから、日本では必ずこのトップ10に入ってきているのが中部テレコミュニケーションと、それから KDDI ですね。この2社は必ずトップ10に入ってきていると。このトップ10に入るのも、もう 30% ぐらいの出来では入ってこれないので、もっとそれよりも高い伸びでないと、エースナンバーとしてはこのリストに入ってこれない状況まで来ていると。それは嬉しい反面なんですが、逆にやはり、ネットワークごとの Vlog のレディー具合にかなり大きなばらつきが出始めてきている。で、それはそのまま各国の Vlog、レディー状態に大きなばらつきにつながっているということで、 V4 と Vlog の、実装の大きな違いの一つとして、マルチステークホルダーの、Vlog 移行があまりこうかなりまだスムーズにいっていないところが Vlog の、チャレンジの一つだと思っています。で、以前にお見せした資料を少しフォローする形で、赤米の IPVlog のトラフィックのデータで、一番上が世界のパー1秒ごあ次にお願いします。1秒ごとに何件ぐらいヒットしているのかと、 Vlog でヒットしているのかというデータを赤米が公表しているんですが、世界での平均が47万ヒットで、ノースアメリカを見ると41万ヒットで、アジアを見ると1万7000ヒットということで、やはりまだアジアパシフィックについては Vlog の実装を推し進めていく、なんていうかコミュニティ全体で進めていくスペースが十分にまだあるなという感じです。次お願いします。で、次の資料は、これも赤米のデータからコピーをしてきたものなんですが、 IP ブログのトラフィック、全体のトラフィックに対するパーセントということで、どういう基準で赤米の方がこのデータを相当されているのか、分類されたのかはちょっと見えないのですが、以前お見せしたようなトップ10の AS ナンバーのリストと非常にオーバーラップするような形で、ベルギーのブルネットとか、それが当然ベライゾン、中部テレ、KDDI の方の名前もここにも出ていますし、比較的データの検証をする上で割と整合の取れた情報が出ているのかなと、ネットワークごとでの違いがかなり顕著になってきているなということが見えると思います。
次に AP ニックの取り組みをご紹介させていただきます。 AP ニックでは2008年以降、特別のポジションを作って V6 プログラムスペシャリストということで、社内で一体となってそのポジションが中心になって V6 の実装サポートを行ってきました。すべての AP ニックエプリコットにおいて2008年以降、IPv6 のプレナリーを開催し、一番今現在コミュニティ、特にオペレーショナルコミュニティで実際に起きているケーススタディであるとか、実際に計測されているデータだとか、実際に直面しているチャレンジ、そこに見られるオポチュニティといったことの紹介をオペレーターの方々、それからリサーチャーの方々から受けています。特に他にはアウトリーチのアクティビティということで、政府関係者の方々に対してもアウトリーチを行い、 V6 について理解をしていただくと、でプライベートセクターとパブリックセクターのパートナーシップによって V6 の実装を各国で推し進めていけるような、そのための基盤になるようなサポートを AP ニックでどんどん出してきました。で www.apnic.net/ipv6、 ここに来ていただければ、いろんな情報を一手に見ていただけるということです。それから先ほどご紹介させていただいた AP ニックの、labs.apnic.net で行われているエンドユーザーのレジネスの計測、これも継続的に数年行って、全く情報パブリックに公開されています。もちろんリージョナルインターネットレジストリーですので、 IP のアドレスの配布は一番に重要なこととしてやっています。それから当然それに付随してトレーニングも、もう何年もずっと V6 に関しては精力的に行っています。次お願いします。で、最新の情報に基づくネットワークの運用を、ネットワークエンジニアの方々にしていただくためには、まず情報を広く、最も新しい情報を広くシェアしていくことが必要だろうということで、ウェブサイトを使い、それからカンファレンスというものを使い、アウトリーチの各イベントを使って情報のシェアを行ってきました。この IO については CGN の話を割とに焦点を当てて行いたいという意向があったようなので、ご紹介までに、エプリコットの2014年の AP ニックのプレナリーではアナトミーオブ CGN ということで、 CGN の解体新書的なことを行い、ここにいらっしゃる宮川さんとかにも来ていただいてお話をいただきました。 URL は載せていますのでご覧ください。あと当然モバイル携帯電話網の、躍進的なスマートフォンとかスマートデバイスが入ってくることで、どん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 広がっているモバイルネットワーク経由でのインターネットアクセス、そうしたことにも注目をして、その中における V6 の実装ということについて、 AP ニックのプレナリーについてはもうエプリコット2013年以降かなり数回にわたって、焦点を当てて行ってきました。実際のネットワークオペレーターの方たちとかに来ていただき、情報をシェアしてもらっています。あと直近の AP ニック38ではの AP ニックプレナリーでは、やはり V6 と V4 のパフォーマンスをそろそろ比較できる時期に来ているのかなということで、デュオンデュオスタッキング IPv6 IPv4 パフォーマンスコンパリソンということで、一つセッションを持ち、リサーチャーの方々オペレーターの方々からプレゼンテーションいただいています。次お願いします。で、だんだん締めの方に向けていくんですが、現在はオペレーターの皆さん方、大変に変化し続けるオペレーション環境、今左の写真はラオスの、ケーブルの向こうに、いろんなケーブルが空が暗くなるぐらいこう張られている、これはもうエジアパシフィックの典型的な図だと思うんですが、その向こうにモバイルのタワーが出ていて、そのモバイルのタワーにはいろんな違うモーバルネットワークオペレーターの方々のレディオ のなんかこう装置がいっぱいこう張り付いてるんですけども、こうした図っていうのは将来をこうなんかこう俯瞰しているようなイメージがあって、結局フィックストネットワークからどんどんモーバルに移行していき、そこにスマートデバイスを使っていろんな人が Wi-Fi とか、それからセルラーフォンとか、セルラーのネットワークとかっていうことを意識しないような形でどんどんインターネットにアクセスされていき、でさらにきっと、もっとこう進化していくと、もうとにかく何でも IoT というようなことをアイソクの方おっしゃってましたけれども、そうした形で の IP の利用というのも、もうかなり現実化してきていて、Wi-Fi ファーストというような言葉も出始めている、そうした変化し続けるオペレーション、変化し続けるユーザーの
挙動というものはオペレーターの皆さんの運用方法にも大きく影響してくる、ビジネスの意思決定にも大きく影響してくるのだろうと思っています。で、まあ、最後に、まあ、私の所見としては、まあ、こうした環境の中ですでにそこかしこで使われている IP、 もう実際に V4 と V6 がどんどん共存していく、どっちかが一つという形ではなくて長い期間共存していくというのはもう皆さん の共通の認識だと思っています。で、まあ、そうした中で変化する環境の中、将来を見据えたネットワークの運用意思決定というのはどんどんチャレンジを増していっているわけです。でその中で変化のスピードを増す運用環境、最新の情報に基づいた意思決定ができるような形で APNIC としては今後も貢献をしていきたいと思っています。でそのためにはやはり計画、それから情報に基づいた意思決定、スキルアップ、実装、そして、まあ、計測といったものが必要になってくるだろうと。で今後もコミュニティの皆さんと一緒になって、ある有益な情報を幅広く AP リージョンで展開していけるような方向で活動を続けていきたいと思っています。以上です。はい、藤井さんどうもありがとうございました。はい、では続きまして、今藤井さんのプレゼンテーションの中にもいくつも出てきました KDDI さんの鶴さんの方から KDDI さんのネットワークの話をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私 KDDI の鶴と申します。よろしくお願いいたします。まず簡単に自己紹介からということなんですけど、私自身は、もう 5,6 年ぐらいになるんですかね、 5,6 年ぐらい前から、IPv4 アドレスの枯渇対策の検討と、まあ、それに合わせる、まあ、同時並行的に一般コンシューマー向けの V6 の商用展開の計画、まあ、実際の展開を担当して今に至ります。で今日はそのコンシューマー向けの FTTH のサービスである au 光の、IPv6 展開の、直近の状況について皆さんとシェアできたらなというふうに考えております。ということで、今日はその V6 の普及状況の話と、今後の V6 展開に向けてというところまでうまくつなげられたらなというふうに考えております。で早速ですけれども、ちょうど、今年の9月の終わりに、au 光の V6 対応というのが一応完了いたしました。でトラフィックベースでいうとちょうど1年前のローンチのちょっと前ぐらいなの、あとか、だいたい4倍ぐらいまで増えてて、だいたい V6 のトラフィックだけで100ギガを超える状況になっています。で、ちょっと簡単に振り返りたいんですけど、我々のサービスでは2011年の4月から V6 の展開を始めました、商用で。でその数ヶ月後に先ほどちょっとお話がありましたが、ワールド IPv6 デイ、これは1日だけのイベントということで、実験的にやりましょうということで1日で火は消えてしまったんですけれども、我々の方はもう商用で4月からローンチしてますんで、特に Google over IPv6 のプログラムとかありましたので、品質上問題がないということで、その後も Google のサービスだけは V6 がそのまま継続していた状況になります。でその後まあ、1年経ってワールド IPv6 ローンチというので、これはもう恒久的に V6 対応しましょうということで、デフォルト 1% 以上みたいな条件が課せられつつ、まあ、日本の ISP としては、初の、参加ということで、我々も参加しましたというのが、ワールド IPv6 ローンチ で残念ながらその段階でその au 光ホーム過去全国と書いてますけれども、このローンチというか展開がこの時期には間に合わず、3ヶ月遅れで、全国の戸建て向けのホームと言われているサービスで、デフォルト提供というのを始めています。でその後、まあ、新規デフォルトなので、まあ、順調に、まあ、伸びつつあったんですけれども、ようやく今年の9月に au 光マンション全国ということで、これで全国の我々の FTTH サービスについては V6 展開が終わったという状況になっています。で、まあ、ちょっと胸を張ってみたいところなんですけど、もともと去年の9月に完了するという予定を公表してましたので、実際は1年遅れてしまいました。その間も
実はマンションにお住まいのお客様で、KDDI のブログいつ来るんだというのを、まあ、何回かお声いただいたりとかしてます。ちょっと想定外のことが起きたりして展開遅れてしまった部分があるんですけど、この場を借りて、お詫び申し上げたいなという気持ちです。ただ我々の方の運用部隊にもちょっと頑張っていただいて、この 2,3 週間で一気に全国の V6 展開というのを完了して、まあ、この数字も99% という数字をコミュニティの方に発信させてもらってるんですけど、なんかの間違いじゃないかとかいろんな質問とかいただいたりしてるんですけど、実際は、完了しましたということで、一番大きいのがちょっと右下に書いてますけど、我々のサービスではアクセスのネットワークもデュアルスタックで、ホームゲートへもデュアルスタックで、この2つの対応を、まあ、ネットワーク側からやることで一気に展開することが可能になっているということで、特にこのホームゲートへの役割というのは非常に重要だったかなと思います。で、まあ、au 光としては V6 の展開を完了したということですが、実際にその V6 って使われているのかということで、まずは ISOC のワールド IPv6 ローンチのホームページ、メジャーメントのページで紹介されている情報ですけれども、 KDDI は AS2516 として約 15% の比率で V6 対応がされているというデータが、10月の時点でなっています。で、我々マンションの対応を9月末に一気にやったんで、この数字がもっと上がるかなと思ってたんですけど、残念ながら数パーセントしか上がらず、あとこの順位って一応 V6 のセッション数というかトランザクション数のボリュームで相当されているので、KDDI は去年ぐらいは一瞬瞬間風速的に1位になったこともあるんですけど、残念ながら3日転下で、もうこの3位に甘んじてずっとここの位置が定位置になっていて、で今後やっぱり規模感からすると KDDI なんてちっちゃいもんですから、多分ここはずるずると世の中の V6 が普及が進むたんびにこれ多分落ちていくのかなというところで、今後はこの 15% という数字をいかにしてあげるかということが一つの課題かなと思っております。で、外から見た時のトラフィックはそうなんですけれども、内から見た時のトラフィックについてちょっとご紹介したいと思うんですけれども、やっぱり V6 のトラフィックのリーダーは Google ということで、もう名前出しちゃってますけど、まあ、V6 の中ではもう周知の事実かなと思います。で、この左側のグラフは、ちょっと誤解なきようにで二軸になっていて、あまりに Google さんが大きすぎるので、他のが見えないので二軸にしてます。いずれにしても右肩上がりで、増えてますということが左側のメッセージで、右側のメッセージはもう最初に喋っちゃいましたけど、ほとんどこの2012年以降の比率を見ても Google のトラフィックが支配的であるということになります。で、実際その V6 への移行という意味では、 V4 と V6 のトラフィックの比率というものをちょっと見てみてるんですけど、これは冒頭ご紹介した我々の V6 対応を一番最初に完了した2011年の4月からやってる部分のところで、もう2013年の5月からプロットしてますけど、その時点では全ユーザーに V6 を配っているエリアの話です。残念ながら、要はアクセス IP、ISP として V6 対応を完了したとしても、そのトラフィック、実際に使われる比率というのは、この 10% から 15% にとどまっているというのが、まあ、実態だということです。で、これがやっぱり上がっていくためには、やっぱりコンテンツ側の多様化というか、V4 のトラフィックと同じようにですね、V6 のトラフィックというのも多様化しないと、この比率っていうのは上がってこないかなというふうに考えています。で、じゃあなんでコンテンツの方々とか V6 対応が進まないのかな。もちろんその経済性の問題もあると思うんですけど、一つはその V6 の展開ってまだまだ進んでないんじゃないのかっていう話と、あと品質がなんか問題だよねってなんとなく思われてるのかなと勝手に想像してるんですけど、1点目の問題に関しては、先ほどグラフ
加入者数の推移をお見せしましたが、au 光についてはもう 100% V6 対応は終わっていますので、それなりの規模感は、まあ、国の中では あるよというのが1つ目のメッセージと、2点目の品質に関しても、その V6 の、まあ、V4 との遅延差なんですけど、右に行けば行くほどその RTT が大きい方なんで、左に行くほど品質がいいということなんだと思うんですけど、 V4 のその山よりも左の山がちょっと比率的に高くなってるんで、まあ無理やりですけど、まあ若干有利かなぐらいは言えるかなと思っています。まあいずれにしても V4 の品質と同等レベルということは言えると思います。ということで、まあ、V6 以降の準備というのはネットワークレイヤーではもう済んだよというふうに、まあ、お考えいただきたいなというふうに思っています。ということで、駆け足で現状をご説明しましたが、振り返り、これ振り返りって私の振り返りなんですけど、まあ、コンテンツとネットワークと端末が揃わないと V6 のトラフィック実際に移行できないので、3年前からネットワークの先行してまずデュアルスタックで作りましょうというところで我々3年間走ってきましたけれども、ようやくそれが遅ればせながら9月末に完了しましたということと、まあその後お客様に広く使っていただくためには、いかにしてその V6 を意識させずに V6 気づいたら使っているという環境を、お客様の宅内環境を含めて実現するように、まあ、配慮をしてきましたし、まあ、その通りになったかなというふうに思っています。でその上で非常に重要だったなと思うのが、やっぱりホームゲートウェイの存在であり、 au 光ではホームゲートウェイっていうのは必ずお使いいただいている KDDI の仕様のものを使っていただいているので、そこでいろんな仕様の差分であったり、我々の網を守るための機能とかいろいろ入ってるんですけど、それをまあ、いじることでお客様にご迷惑というか大きな移行変更をかけずに、気づいたら V6 のデュアルスタック環境になっているという状況を作り出せたのかなと思いました。で今後なんですけど、 V6 対応を1日にしてならずと書きましたけれども、我々もこの3年間やってみて、当初1年先に終わるはずだったのが終わらなかったとか、やってる中でいろいろ出た問題が実はあったりなんかして、でそれも下に書きましたけれども、我々のこの机の上だけじゃ分からない、そのお客様の実際の使われている宅内の環境とか、そういうものってなかなか情報が集まらないですね。で実際にこういう場で逆に聞きに来ていただいている方からのご質問だったりご意見で、それがヒントになってネットワーク直したっていうのもありますんで、こういうコミュニティって大事だなって思ってます。で今後も多分そういうのが必要なんだろうなと。で最後は 15% をいかにしてあげるかということで、特に日本のサイトの事業者さんがワールド IPv6 ローンチの名前に名を連ねて、そこでポイントを上げていただくと我々のポイントも上がるということで、ぜひ日本のプレイヤーの方も頑張っていただきたいなというふうに思っています。はい、拙いですけれどもご清聴ありがとうございました。はい、通さんどうもありがとうございました。では続きまして、ソニーの平川さんの方から今回ちょっと企業目線のお話をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。おはようございます、平川です。今日はですね、まあ、ソニーにおける Vlog の取り組みについて少しばかりちょっとお話しさせていただきたいと思います。はい、まず私なんですけども、まあ、私ソニーの方でですね、まあ、ちょっとエンジニアをやっているのと、それから会社横断のちょっと取り組みをやっていますということと、それから、まあ、主に IT ですね、ソニーの IT で、ちょっとマネジメントをやっております。それで V6 についてはですね、まあ、ソニーで全社的なというか、そのグローバルなですね IPv6 のデプロイメントプロジェクトを、まあ、立ち上げまして、そのプロジェクトマネージャーをやっておりました。これ2008年からですね、まあ、今年までやっていたんですけども、まあ、グローバルにソニーのネットワークを V6 イネーブルにしようと
ということで活動してきております。それからの、まあ、先ほど言いました通りですね、ソニー実はまあ、様々なデバイスを作っておりまして、まあ、そういったデバイスがですね、まあ、当然ネットワークにつながってくるということになってくるんですけども、まあ、その際のネットワークスタックとかですね、そういったところもですね、まあ、私の方も少しカバーしておりまして、例えばその IPv6 コミッティみたいなものもですね、ソニー内ですね、これデバイス向けのことなんですけども、そういったものの取り組みもありまして、そういったもののメンバーもやっておりますということですね。まあ、それからまあ、日本ではその V6 推進協議会といったものもありますので、そういったのメンバー等をやっております。で、V6 のプロジェクトなんですけども、まあ、2008年からですね、まあ、始めたんですけども、まあ、ちょっとさまざまな理由がありましてですね、まあ、ソニーはちょっと V6 をですね、採用することにいたしまして、まあ、プロジェクトのプランをですね作って、まあ、やったわけですね。でまあ、2007年ぐらいはプランニングフェーズだったんですけども、2008年ぐらいから、まあ、実際にデプロイメントを開始しまして、でまあ、現在に至ってます。で、おおむねですねこのスケジュールで、進めたんですけども、まあ、若干ちょっと積み残しがありましてですね、例えばその IP テレフォニーって書いてるところなんかはですね、ちょっとまだできてなかったりしてですね、ここは今取り組んでいるようなところですね。はい。それから左その、まあ、この地図ですね、地図に何が書いてあるかというとちょっと小さくて見えませんけども、まあ、アドレス V6 のアドレスが書いてありまして、まあ、世界中でですね、実はソニーグループたくさんありますので、それぞれ IP アドレス V6 のアドレスを取得しましてですね、も使っているという状況で、ほぼ全ての大陸というか5つのレジストリーからはアドレスを取っております。はい。それから2009年ですね、9年からソニーのですね、ポータルサイトについて IPv6 対応しまして、でですね、ISOC のそのワールド IPv6 デイにも参加し、あとワールド IPv6 ローンチにも参加してですね、まあ、現在も IPv6 で、ポータルサイトでのアクセスできるようになっております。まあ、当初は実は IPv6.sony ということで実は URL 始めたんですけども、この V6Day からですね、ワールド IPv6Day ローンチを経てですね、正式に www にクワッド A をつけて、現在もサービスを提供しているということでございます。で、現在のステータスとしてはですね、どういうことになっているかといいますと、イントラネットですね、主にソニーグループのイントラネットについてはスタンダードなプロトコールというのは一応 IP バージョン6であるというふうに定義しております。で、現実にですね、イントラネットでですね、まあ、世界中のイントラネット、まあ、大部分でですね、まあ、まだ残っているところがあるんですけども、大部分で V6 は一応使えますよということですね。そして、従業員というのは毎日毎日いろんな IT のシステムを使ってますが、知らず知らずのうちに IPv6 でアクセスしているという状況ですね。まあ、基本的に従業員の方、まあ、ユーザーの方っていうのはそのレイヤー3のプロトコルが何であるかっていうのは全く気にしませんので、誰も興味はありませんので、まあ、こういうことはまあ多分知らないと思うんですけども、まあ、いつの間にかこういうことになっているということですね。それからインターネットについてですね、現在ソニーのジャパンではですね、この AS9619 というところが、まあ、この AS がまあ私の方で、私のところでオペレーションしてますけども、この AS を介してですね、まあ、インターネットに対するアクセスをまあやっております。で、これ右側のやつはですね、藤崎さんがアプリコットでまあご発表された資料、そのまますみませんコピーしてきてしまったんですが、まあ、今日の9619というのは、まあそのまあ、この辺の場所に位置してましてですね、まあ、ただ最新の状況で先週見るとですね、だから7位ぐらいになってましたけども、まあ、それだけその他の方々のですね、事業者の方の V6 のトラフィックが増えているんだろうということで、まあ、いつしかこのランキングから消え去ってしまうと思いますけども、まあ、現在もですね、まあ、ほぼ 99% 以上、まあ、ほとんどのものが Google に対して IPv6 でアクセスしているという状況です。で、私ども、まあ、ソニーグループではですね、V6 をやるにあたってですね、
まあ、いくつか の, そのトランジッションのテクノロジーを使ってまして、まあ、当然あのそのネイティブ IPv6 だけであのネットワークを構成するということはまだできませんので、まあ、こういったものを使ってまして、まあ、あのまあデュアルスタックはもちろんいいと思うんですけども、まあ、トランスレーションもですね非常に多く使っております。この NAT64 という処方式をですね非常にちょっと世界的にたくさん使っておりますということと、それからトンネリングですね、アイセタップなんですけども、基本的にはソニーグループ世界中どこへ行ってもですね、使えると、 V4 しかリーチがないところにおいてもアイセタップで自動的に V6 につながると、社内のその V6 のモーニングネットワークにつながるというような仕組みをですね、一応整えておりまして、大部分の方が V6 を扱えるようにということでやっております。はい、はい、大体以上です。はい、平川さんどうもありがとうございます。ではパネリストの最後に NTT コミュニケーションズの静香さんの方から、あの特に CGN の絡みとかについてお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ないですか。じゃあ千崎さんの方の手元の方でやっていただいてもよろしいですか。はい、ご紹介に預かりました NTT コミュニケーションズの西塚です。すみません、あの機材の方でお時間を取らせて、失敗失礼いたしました。と次のスライドお願いいたします。私の自己紹介いたしますと、NTT コミュニケーションズに2006年に入社いたしまして、で、まあ、OCN の開発設計および、大規模な、ISP をですね、保守運用経験を経て、今現在は研究開発部門にいて、まあ、DDoS 対策のソリューションもやっておるんですけれども、今日の本日のテーマということで CGN 関連技術の IETF における提案活動を従事しております。本日はですね、あのこちらの ION 東京のパネルディスカッションの方に登壇させていただき非常に光栄に思っております。次お願いいたします。で、本日はですね、まあ、私もあの最終的な、まあ、解決策 IPv6 だとは考えておるんですけども、まあ、立場としてですね、まずは、キャリアグレードNATといわれるものが今どのような現状になっていて、あのどのように使われているかというところを、先ほどあの藤井さんの発表でアナトミー・オブ・ CGN、CGN の解体新書というものがありましたが、それをまあ若干あの簡単にですが紐解くという形でプレゼンテーションさせていただきます。で、今あの IPv4 アドレスのですね、まあ、枯渇状況において IPv4 にまあ依存して固執してサービス提供する方法においては、まあ2つ、IPv4 アドレスのまあ移転市場を利用する方法、もう一つ、まあ、キャリアグレードNATを利用する方法2つがあると思いますが、まあ、IPv6 からの視点から言うと残念ながらというところになりますが、この2つとも、まあ、あの実際に市場が形成されていて現実に使われている状況でございます。次お願いいたします。で、CGN の、状況ということでこの3つに分けてお話しいたします。まあ、1点目はですね、まずは実務、特に、まあ、モバイルや MVN 事業者に、まあ、既にディプロイされているされているという点です。次お願いいたします。とこちら、少し古い資料になりますが、もうすでに2010年のですね、 NTT ドコモのテクニカルジャーナルの方で、CGN あるいは当時は、CGN という言葉ではなくてラージスケールナット LSN という言葉でしたが、こちらがすでに言及されております。この時点でですね、すでにあの、まあ、
ドコモが先行して、キャリアグレードナットの技術を利用したプライベートアドレスからグローバル IP アドレスに変換する方法を利用しておりまして、同様にですね、au およびソフトバンクでも日本の3大モバイルキャリアというところはこのようなキャリアグレードナットを利用してサービスを提供しております。次お願いいたします。で、最近は日本でも MVNO 事業が多く出ておりますが、MVNO 事業の一部の企業では、CGN を導入して、エンドユーザーにはプライベート IP、V4 アドレスしか、渡されないというような状況になっております。で、ちょっとこの後にですね、先ほど急遽差し込んだもう1枚のスライドがあったんですが、かたやですね、OCN の方ではですね、MVNO サービスを OCN モバイル版という形で提供しておりますが、入ってましたね。ありがとうございます。提供しておりますが、こちらの方はですね、完全にグローバル IP アドレスを配布するようになっておりまして、一応、OCN ではですね、固定モバイル含めて、CGN の導入している実績は現在はありません。ただですね、実験検証および、そのような活動、提案、標準化のための提案活動は継続しておりますので、本日の成果は、そちらの、経験を踏まえてのこととなります。次お願いいたします。で、先ほどの提案活動についても述べましたが、古くはもう2008年、2009年から、IETF における提案活動を行っておりますが、実際に実を結んだのは、2013年4月で RFC という形で、キャリアグレードナットに関する要求事項という形で、RFC がベストカレントプラクティスという形で発表、パブリッシュされております。で、一応念のため、クラリファイのためなんですけども、講義の CGN と競技の CGN がありまして、CGN というとよく NAT444 ですね、プライベート IPv4 アドレスからグローバル IPv4 アドレスに変換するものというような意識がありますが、広くはですね、CGN というと、DS ライトや、NAT64 や、46X ラットで使われるようなアドレス変換技術も含めて CGN と呼ばれますので、こちらの RFC のスコープに関しては、この講義の方の CGN ということは、頭に留めておいていただければと思います。次お願いいたします。で、こちらの、ベストカレントプラクティスになっております RFC6888 なんですが、キャリアグレードナットが、どのようなものであるべきかという要求事項が、明確に書かれております。で、その中から抽出して大事な4点を取り上げたんですけれども、まずは1つ目はキャリアグレードナットと呼ばれているだけあって、キャリアレベルで使われるキャパシティを持つことと。ですので、NAT のテーブルであったりとか、もう重要なんですが、あともう一つは、ルーター等と他の、ネットワーク機器と同じように冗長構成がきっちり取れることというのが非常に重要な要素となります。2つ目がアプリケーションに対して可能な限り透過であることということで、先ほどキーノートスピーチで宮川の方からもありましたけれども、できれば、ネットワーク上では、機能を持たずに透過であることが望ましいと。ただ、このようなキャリアグレードナットと呼ばれているような、レイヤーの高い装置はもしかしたら、エンドツーエンドの、アプリケーションの、発展をもしかしたらある意味阻害しているかもしれませんが、できる限り透過であるということに努力するということが大事だということに、書かれております。で、3点目が、ユーザーの特定が可能であるという、ということで、こちらはオペレーションのイシューで、日本の国内外に問わず、同じような事象があると思いますが、例えばアビューズ対応であったりとか、警察からの、ユーザー情報の開示要求であったりとか、プロバイダーが持つ責任に対して、責務を果たすためには、CGN のナットログを保持して、ユーザーの特定が可能であるということが必要とされております。また、ユーザーの公平利用ということで、従来は帯域ベースで、ユーザーが公平に利用するところですが、IPv4 アドレスをですね、共有して、ポートを、複数人数、共用いたしますので、そちらが公平で利用できることが、CGN として重要なこととなっております。次お願いいたします。で、こちらの先ほどのポートの利用なんですが、実は状況が2010年頃から変化しておりますので、こちらを申し上げます。次お願いいたします。こちらはですね、一つ、皆様のがよくご覧になっている、スライドかと思うんですが、昔はですね、Google マップがたくさんポートを消費する形、セッション数をたくさん使ってポートを消費する形で、
アプリケーションを提供しておりましたので、このような Google マップを利用したときにスクエア状に歯抜けになるような図を皆様もご覧になったかと思いますが、これがですね、たくさんポートを使っているようなアプリケーションが、CGN のようなものでポートの上限が制限されるときにはこのように、通常の利用を阻害されてしまうというようなことを、分かりやすく示したものとなっております。次お願いいたします。ただですね、この状況は実は今現在は変わっておりまして、スピーディーあるいは今 HTTP2 という形で、ITF の方で、標準化のために話がされておりますけれども、こちらのスピーディーはですね、高速なウェブブラウジングを実現するために、最適化した結果、複数のリソースをダウンロードする際には、一つの TCP セッションにまとめて、そちらで、通信を行った方が効率的であるという考え方のもとで、開発されておりまして、Google マップでもこれは実際に採用されておりまして、非常に少ないセッションで、このような、Google マップのデータを取ることができるようになっております。次お願いいたします。で、同じ Google マップでですね、スピーディーを使った場合と、スピーディーを使わないブラウザーで同じサイトにアクセスした場合で、通信を行った時の挙動ですが、スピーディーに対応していない時の、IE ですね、インターネットエクスプローラーで、通信した際には多くて、60、70とセッションを使っている様子が分かるかと思いますが、スピーディーに対応している Firefox で通信を行った場合には非常に少ない数で、通信を、完了することができるということが分かるかと思います。こちらは HTTP2 も同じ、結果が得られております。次お願いします。得られてます。得られる予定になっております。得られるような企画になっております。でこちらがですね、モバイルアプリケーションにおいて、そのような実際にどのぐらいのポートを消費するのかということを、調べた結果なんですが、左と右で iPhone と、Android で比較しておりますが、 iPhone と Android 自体の比較には比較をしたときには、特にポートの消費数に対して変わった傾向はなかったんですけれども、大きなざっくりとした傾向としてはスピーディーに対応しているアプリケーションにおいてはこの上の方に上位に来ておりますが、利用するセッション数が少なくなっているというような傾向がございます。次お願いいたします。これ、ありがとうございます。こちらは、最後のまとめに近いものになります。アプリケーションあたりのですね、ポートの、消費数、NAT のより正確に言うと NAT のエントリー数になりますが、こちらが、今現在の、モダンなウェブによっては減少している傾向にあります。ですので、IPv4 アドレスを共有するような技術にとっては、むしろ、ハッピーな方向におりまして、 CGN の利用効率、収容効率が改善されているという状況に実はなっております。で、我々の試算によりますと、固定網でおいては IPv4 アドレス、あるいは1ユーザーアドレスと置き換えてもいいかもしれませんが、平均的には100ポートで、マックスで1000ポートぐらいですが、モバイルにもにおいては平均で50ポート、マックスで500ポートぐらいというモデルを立てております。ちょっといろんな事業者によってはこちらの値も違うかもしれませんし、モバイル網の平均50よりももうちょっと多いというような声も聞いておりますが、大きくずれている数字ではないだろうというふうに考えております。次のスライドお願いいたします。ですので、CGN を擁護する立場ではないですけれども、CGN の現状として、一旦申し上げておきたいのは、すでにもう20万人や30万人を収容するような、キャリアグレードナットと言われるような製品がすでに商用で利用されていて、実際に運用に耐えうるものになっているというのが実は CGN の現状ですということで述べさせていただきました。ではこちらで私の発表を終わります。はい、西塚さんどうもありがとうございました。すみません、途中でノート君がいきなり動き出しまして失礼いたしました。はい、ではここからディスカッションの方にちょっと入らさせていただきたいと思います。ちょっと時間もちょっと予定よりオーバーしているんですけども、まずですね、パネリストの皆様に一つお伺いしたいことがございまして、IPv4 の方ですね、もう2011年に亡くなってます。で、おそらくそれが結構大きなモチベーションになって皆様は V6 に取り込まれていると思うんですけど、 V4 がなくなってなんか大きく変わったところとか困ったところとかっていうのは実際に起きているのかしら。もしご意見があればぜひ伺いたいと思います。KDDI さんですとかソニーさんはもう V6 にさっさと行っちゃっているんで特に
やっぱり一番のモチベーションはそのあたりなのかしらと思うんですが、いかがでしょう。はい、まあ、さっきお話したのは FTTH という限られた一つのセグメントのサービスなんですけど、まあ、法人用とかデータセンタービジネスにおいてはやっぱり最近その V4 がないんでどうにかなりませんかとか、まあ、そういう具体的な相談というのはだいぶ増えてきたかなというふうに思っています。 あるいはそのネットワークの移行をしたいんですけれども、その移行先お客様のリナンバーとかそういうのを影響させずに移行用のネットワークを新たに作ってからっていう移行方法を考えたときには移行用のアドレスがいるんだけどどうしようとか、そういう個別の具体的な事例っていうのは増えてきたんじゃないかなという印象を持っています。はい、ですね、まあ、日本、まあ、アジアですね、アジア、それからアメリカ、ヨーロッパと確かにアドレスはもう取れないんですね。ソニーもリクエスト等はしてましたけども取れないんですけども、まあ、それはそれで困ってますが、それよりも困るのはですね、サービス事業者のサービスを使うときにもですね、アドレスがないと言われてですね、サービスができませんみたいな話になってくるんですね。そうするとその、まあ、プライベートアドレスとかそういったものをまた使うということになってくるんですけども、そうするとまたネットワークの設計が非常に大変になりまして、むしろそちらの方が面倒くさいなというふうに思ってます。なるほど、ありがとうございます。やはり今の伺った限りだと V4 の枯渇というのはやはり一つの大きな問題で、ちょっとそこで今気になったんですけど、それの完全なやっぱ代替策には V6 はなってないようなお二方のご意見もあるんですけど、逆にV6 が結構スムーズにいってるところで、まあどうしてうまく入れられたのかとかそういうのを含めて、特に藤井さんの方で何かアジアとか見られていて V6 がうまくいっているところでそういうのがあるかというのをぜひお伺いしたいんですけれども、はい、先ほども申し上げたように APNIC としては過去の APNIC カンファレンスとエプリコットすべてで IPv6 のプレナリーを行って、まあ、KDDI2 さんですとか中部テレコミュニケーションの山本さんですとかにも来ていただいて、実際に V6 に成功率に実装されている方々からお話をいろいろシェアしていただきました。その中の共通項で見えるのはやはり先ほど鶴さんもおっしゃっていましたけれども、エンドユーザーサイドのホームゲートウェイが非常に重要であったと。でおそらく KDDI さんの場合にはプロビジョナルなものをお使いであったので、 KDDI 側から入っていってお客様が全然認識しない中でファームウェアをアップグレードしていって、で気がついたら V6 を使っていたという実装、それからそれは中部テレコミュニケーションでも共通ですね。でもう一点はやはりお客様、新規で入ってくるお客様についてはもう V6 をデフォルトで、提供していくと、したがって提供していくホームゲートウェイがもう実際に V6 に対応しているような状態 ですから APNIC の、プレゼンテーションをアジアの他の地域で行う場合にはこうしたサクセスストーリーをできるだけ積極的にお知らせするようにして、共通項の成功に続く共通項の実装方法としては、まあプロビジョナルな CP を使っているのであればタイミングを見計らって、まあ、新しいサービスに切り替えていきますよっていうようなタイミングの時にオペレーター側から入っていってファームウェアのアップグレードをしていく、それから新規で入ってくるお客様については V6 デフォルトで提供していくというような形のお話を広くシェアするようにはしています。それからまた後ほど出てくるのかもしれないんですが、やっぱりモバイルのネットワークのオペレーターの方々についてはT モバイル US ですとか USA とか Verizon とかもう全てやっぱり V6、V4 で CGN っていうのはやっぱり皆さんもおっしゃってましたけども、モバイル側からしてみると非常に使い勝手のいいファミリアなこなれたっていうんですか手法なんだと思うんですね。ですけれどもやっぱり
RFC の1918プライベートアドレススペースさえも枯渇して社内彼らのネットワークの中での枯渇が見えてきていると、いつまでもその CGA に依拠した形での運営をしていっていてはオペレーショナルコストが上がっていくので、もうこの際どっかのタイミングで V6 への移行を考えてみようということで、でも突然ネイティブにはいけないのでということで、この中にもその RFC に関与された方がいらっしゃるとは思いますが、 464XLAT とかの新しいワンステップ、 V4 から V6 ネイティブへのワンステップに使えるようなトランジションテクノロジーが導入されて、実際それが T モバイルとかを、V6 で使えるエンドユーザーのデバイスを彼らの 2G、3G、4G のネットワークに取り込んでくるような形を実現させたんだと思います。でそれについてはすいません、あとワンセンテンス、同じようにテルストラオーストラリアですとかも見ていて、その方向に向けて、テストを続けています。でコリアの SK テレコムも刻々最近その464X らと実装させているようです。はい、ありがとうございます。ちょうど今宮田さんの方から CGN の話が出たんで、ちょっと西川さんにもお伺いしたいんですけど、 CGN やはり結構もう使い勝手が良くなってきてるって話もあるんですけど、入れた時の問題点っていうのはどのあたりが一番大きいと思われますか？逆の訴求をしたいんですが。はい、じゃあそのためスライドも用意したんですが、ちょっとスライド出してしまうと時間がかかってしまうので、論点をまとめてお話しさせていただきます。先ほど藤井さんの方からプライベートアドレスすら枯渇という話がありましたが、プライベートアドレスの方は100.64 /10の領域が新しく確保されておりますので、それに関しては、もしかしたらモバイルオペレーターの展開の仕方によっては問題になるかもしれませんが、私たちともとしては CGN はそれ以外にですね、3つの大きな問題があると思っております。1つ目がアプリケーションに対して投下ではないということで、例えばよく言われるようにサーバーが立てられないという話もありますけれども、実は今現状問題だと考えているのは通常のウェブアプリケーションですらも影響を受けるようなケースがございます。それは NAT を使っているときに NAT のタイムアウト値というのが設定されていて、そちらでエクスパイアしてしまうと通常の通信が切れてしまうんですが、もののアプリケーションによっては例えば Google のクラウドメッセージなどは15分に1回しかポーリングしない、それでセッションキープをしなければいけないので、それよりも短いようなものが中間のミドルボックスに入っているとそのセッションが切れてしまうんですね。なので実はそのような新しいモダンなウェブ技術における NAT タイムアウトの設定値の問題というのが今実は結構 CGN を運用する上で顕在化していると思います。で2つ目の問題点がですね、NAT のログの話ですね。NAT のログ先ほどちょっと出しましたが、1日に何ギガバイト何テラバイトというようなログを保持しないと対応できないという問題がございまして、でこちらも、もちろん取得すれば、いいという話があるんですが、実はただ単純に取得するだけではユーザーの同定がしきれないという問題も明らかになっております。というのはユーザーのエンドユーザーからの開示の申告にソースポートの番号が含まれていればかなり正確にユーザーの同定ができるんですが、必ずしもそうではないと、コンテンツ事業者側の方でソースポートの番号を取っていないケースの方が多いですので、そういうような申告の場合には必ずしも同定しきれないということが今問題として顕在化しております。3番目がですね、セキュリティの問題ですね。NAT プールアドレスを共有いたしますので、例えばコンテンツ側でその IP アドレスをバンしてしまうような場合には、巻き添えを送って、他の中のエンドユーザーがすべて影響を受けてしまうというような、この3つの点は大きな問題だというふうに思っております。なるほど、ありがとうございます。NAT も万能じゃないということですね。はい、ありがとうございます。何か会場の方からご質問とかありますか？せっかくの機会ですし、もしあれば。ありがとうございます。アラクサラの新しです。ですね、先ほどから、V6 の普及率がすごく上がってきているということで、パーセンテージとかドメインとかの話はあったんですけど、じゃあ本当に使われているのか、からどういうふうに使われるのかっていうのがなんか分かったり、それが 15% からっていう鶴さんのヒントになるんじゃないかなとちょっと思いましたので、何かありましたらお願いください。はい、ありがとうございます。何か今のご質問に関してお答えとか
例えば AP ニックの方で取っているトラフィックとかいろんなところからそういうのが見えてきたりとか、もしくはソニーさんとか KDDI さんの使い方の感じとかで何か情報があればご紹介いただける情報があればお願いしたいと思います。APニックで取っているデータの中にそのどういった種類のトラフィックなのかというところを集めているデータはないので、そこに対しての詳細のお答えはできないんですが、なんかちょっと退屈な返答で申し訳ないと思うんですが、やはり固定ネットワークで通常使われているような V4 で使われているような、それと同じような V4 に変わるものではないので、 V4 ができないことを何か V6 がするわけではないので、使われている範囲というのは非常にアプリケーション的には似たようなものだと思います。ただ一点、ISOCの方も最初におっしゃっていましたけれども、 IoT というようなことでインターネットオンティングスコンピューティングデバイス以外で IP を使うようなサポートが出てくる場合には、やっぱり V6 が実装されている機器というものがかなり、そして V6 が使えるネットワークというのが強みを発揮するのではないかなと思っています。先ほど簡単に例を説明した T モバイルとかの方 のモバイルにおける V6 の利用方法ですけれども、やはり V4 のアドレスをお客さんのすべてのスマートデバイスに出せない、その場合にはもう V6 だけのを実装している V6 だけをハンドデバイスに出すというような使い方は携帯モードでそろそろ出始めているところです。ありがとうございます。平川さん。そうですね、ソニーは実は皆さん先ほど従業員が知らないうちに使っていると言ったんですが、バックボーンのトラフィックはですね、もう実は V6 の方が多いです、ソニーの社内の中では。というのと、それからどんだけクリティカルなんだという話なんですけども、実はもう非常にクリティカルに使ってまして、製品開発するに上であってですね、もうはっきり V6 ネットワークが止まると製品開発が止まってしまうというレベルで使ってますので、それなりに使っているのかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。あ、倉見さん。ちょっとだけ。ちょうどですね、IPv6 の利用と、あと CGN について調べるために、とは去年あった HTML5 カンファレンスというところで、トラフィック情報の、同意を受けながら情報の集計をしたんですが、その時もですね、実際に 30% から 40% 程度の IPv6 のトラフィックになっておりまして、でそのトラフィックについての、例えば DNS のクエリがどこに出ていたのかとか、端末がどこの利用が多かったのかとか、そういう利用時計が実は持っておりますので、ちょっと今移そうとするとまた時間がかかってしまうかもしれませんので、ご興味があれば個別に後でそういうようなグラフ等々もお見せできますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あ、鶴さんも何かじゃあ今日いろんなスコアが ISOC、 私たちが測定したデータとか APNIC さんのデータとかいろいろあって、どれも一致しなかったと思うんです。で、私もいろいろ数字をまとめる上で比率っていうことで言うと分母ですよね。その分母を何に取るかで全然様子が変わってくるのかなと。で、今日は Google 一強時代の話をしましたけれども、あれもトラフィックベースでいうと当然動画のサービスが V6 に移行するのが早いのでそうなってるんですけど、あるいはセッションで見ると意外と皆さんのご想像通り Facebook とかあの辺の比率がもうちょっと存在感上がってきます。で、トラフィックの比率だけ見ても、例えば IP でいろんなものがもう提供されてますから、例えばその IP マルチキャストとかどのサービス、インターネットのトラフィックだけの比率を取るのか何の比率を取るのかでだいぶ答えが変わってくるのかなっていうのがちょっと今思っていて、多面的にその普及度合いを見るっていうのは大事なんですけど、一個一個のそのスコアで、あんまり一喜一憂しないように着実にやることをやっていきたいなっていうのが私の考えですね。あれ、はい、どうもありがとうございます。すみません、ではもうちょっと意見を伺いたかったんですけど、そろそろ時間になってまして、最後に一言ずつ今後の V6 どんどん流行らせていくためにはどうしたらいいかとか、そのあたりのご意見を一言ずついただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ今度逆に金目さんからお願いしちゃっていいかしら。はい、先ほどに最初ちょっと述べましたが、CGM について大きく述べましたが、最終的にはやはり IPv6 に
行するのが最終回だと思いますので、例えば NAT444 と IPv6 を同時に提供するモデルだったりとか、あるいは 464X ラットなどのように4オーバー6を提供してというような形でトランジションしていくことが重要だと思っております。でその上でモバイルなどで使われるような重要な例えばアプリケーションなどで IPv4 しか対応していないようなものがあれば、そちらの V6 移行については積極的に進めていくように一緒に手を取って進めていくような仕事、働きかけが必要であるというふうに考えております。はい、ありがとうございます。平川さん、お願いいたします。そうですね、これから、今取り組んでいるものとしては、例えば IPv6 オンリーのネットワークにするということで、例えば私のオフィスなんかもですね、 V4 も一部止めたりしてですね、どれだけ仕事できるかということを例えばやってるんですけども、そういったことをどんどんやっていくということと、あとそれからそうですね、VoIP みたいなものですね、止まるとすぐバレるようなものをですね、実は今やってまして、今までだとその多少何かあってもすぐフォールバックして、バレないぞみたいなのはあったと思うんですけども、バレるやつをこれからやっていこうと思ってます。で、そうですね、なかなかそのまだまだ全ての機器、全てのソフトウェアが V6 対応しているわけではありませんので、そこら辺がですね、どういうふうに今後普及していくかっていうのが鍵かなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。鶴さん、お願いいたします。はい、すみません、ちょっと先走って、さっきまとめっぽいこと言っちゃったんで、既存のサービスは FTTH やりましたと。で、ここで安心してモチベーションを下げないようにですね、これからその新しいサービスをやるときっていうのは必ずその V6 デフォルトにしていかなきゃいけない。そこをちょっと高く緩んじゃうとまた元に戻っちゃうというのもあるので、今後新しいサービスをやるときっていうのはきちんとそこをデフォルトにしていくっていうのを、弊社内含めて、頑張っていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に藤井さん、お願いいたします。APNICの立場として日本というのはかなりその IPv6 が非常に進んでいる国の一つですが、アジアパシフィックの他の地域ではまだ V6 が本当に緒についたばかりと、あるいはまだついていないところもあるわけなので、例えば日本でシェアされているような非常に有効な情報をPNICのさまざまなカンファレンスですとかアウトリーチ活動を通して広く流布していきたいと思っています。でやはり先ほどのいろんなデータからお見せしたように、V6 が実装が進んでいる国、進んでいるネットワーク、進んでいない国、進んでいないネットワークの差がかなり顕著になってきている。特にこの1年ほどの間に激しく差がついてきている。やはりここで V6 に関してもデジタルギャップというようなものができるのは非常に残念なことだと思うので、そうしたものを縮めていくような、できるだけギャップを縮めていくような努力を APNIC としてはしていきたいと思っています。はい、ではどうもありがとうございました。はい、これでこのパネルを終わりにしたいと思います。午後も V6 の話続きますので、ぜひ聞いていっていただければと思います。では最後に登壇していろいろお話をしてくださいましたパネリストの方に拍手を持って終わりさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。